エディンバラ空港はスコットランドのエディンバラ中心部から約9キロメートル西にある国際空港である。スコットランド内で最も発着便数が多く乗客数は国内6位で2016年には1230万人以上の乗客を扱った。1916年に王立陸軍航空隊の基地として置かれた飛行場を始まりとする。 当時の滑走路は草地であった。1918年にイギリス王立空軍が発足すると RAF ターンハウス基地と呼ばれるようになった。第二次世界大戦中にはスピットファイア戦闘機を擁する参個中隊が駐留しエディンバラを中心とする防空任務に就いた。この当時の滑走路長は3900フィートであった。戦後に初めて民間航空に開放され、 軍民共用となる。飛行場の管理と管制は空軍が行っていた。英国欧州航空が1947年、ロンドンとの間にビッカースバイキングを用いた初の民間定期旅客便を運航開始した。1952年、基地に駐留する第603飛行中隊がデハビランドバンパイア戦闘機を導入するのに合わせ、滑走路をジェット機に対応する。 用6 0 0フィートに延長する。九百五十六年には旅客ターミナルが新設され、翌九百五十七年に六百三中隊が解散し、飛行場の管轄が国防省から航空省に移管されると、民間航空便の量はますます増大していった。九百六十二年には初の国際線であるダブリンとの直行便が開設された。航空省が 省庁再編によって技術産業省となった後、1971年に英国空港運営公団に移管され、公団の管理下に入った。1971年当時、旅客の急増によって空港の混雑は悪化の一途をたどっており、全面的な刷新が必要となっていた。また当時の主滑走路は、大封時に使用不能となることが多かった。そこで、 改修計画が立てられ、1973年から1977年にかけて改修工事が行われた。この工事は、長さ8386フィートの新滑走路を、新設と新滑走路に支障する空港北側のアーモンド側の流路の変更、さらに、各種機器の更新と新旅客ターミナルの建設を含んでいた。この新滑走路は当時開発中だった。 超音速旅客機、つまりコンコルドの運用も可能な企画とされた。1977年5月27日、女王エリザベス2世の臨席の下で式典が取り行われ新滑走路と新ターミナルがオープンした。1970年代から80年代にかけて、パリやアムステルダムをはじめヨーロッパ大陸各地との国際線が相次いで開設されていった。 1987年に空港運営公団が民営化された時、エディンバラ空港は年間180万人の旅客が利用していた。1971年の旅客数は約68万人であり、16年間で110万人以上増加した。2001年には年間の利用者数が600万人を超え、さらに増加が見込まれたことから、さらなる改修計画が立案された。 2005年には高さ57メートルの新幹線棟が運用開始となり、さらに2006年には12、30滑走路に沿った給料格ターミナルがあった位置に搭乗口6個を備えたターミナル新棟が増設された。2012年にはホルからグローバルインフラストラクチャーパートナーズ社に運営権が売却された。 年間利用客が1000万人を突破した2014年にはエディンバラトラムが空港に乗り入れるようになった。旅客数はその後も年間100万人近い増加率を保っており、抜本的な再拡張工事を行うために2018年3月末から12、30滑走路が閉鎖された。ありがとうございます。